こんにちは、ルーです。先週末から実家に帰ってきています。今、弟の部屋を、弟今もう実家にいないんですけど、弟の部屋から撮影してます。せっかく、実家の方に帰ってきたので、友達とバーベキューを外でしようかなと思ってたんですけど、残念ながらその予定してた日が雨になってしまって、結局、ランチは、ね、室内で食べて終わりっていう感じになっちゃったんですよね。せっかくなので家でちょっとキャンプ気分を味わおうかなと思っていろいろ買ってきました。長岡に割と最近ウエストっていうキャンプ用品のお店ができて、そこに行ってちょっとなんかすごい可愛いのがあったので、ついつい買ってしまいました。じゃーん、ねえ、見て、すごい形可愛くないですか？コッフェルっていう呼ばれてるものですね。見てみましょうか。まずね、ここが蓋になってるんですけど、じゃーん、開けるとお皿になります。で、小さいお皿、それからこんな持ち手がついたちょっとレトロな感じの、これ火にかけることができます。これが一つと、そのさらに大きいサイズの、じゃん、こんな感じで、最後に一番大きいこんな感じです。これで全部で4700円くらいでした。なんかね、このレトロな感じの見た目がすごい気に入ったので、どこのメーカーさんかも全然わかんないんですけど買ってみました。でね、火に直接かけられるっていうのがすごい気に入ってて、今日はこれでちょっと簡単にコーヒーを飲もうかなと思います。今日はそんなにたくさん使わなくていいので、これ使おうかな。これとりあえず洗います。はい、洗いました。で、どうやってこれでコーヒーを飲むかと言いますと、じゃん、100円ショップのセリアでこんなものを発見しました。じゃーん、クッカースタンド。アルコールバーナーや固形燃料などの五徳として使えるやつです。すごい、こんな薄くて、じゃあちょっと組み立ててみようかな。こんな感じ。製品の両端に A と B の溝があります。これが A、 こっちが B。 A の溝に B の溝をはめ込んで組み立てていきます。こういうことかな。3箇所すべてを組み立てて完成です。あ、簡単だった。できた。こんな感じで、五徳っていうんですか、五徳ができました。火はどうするかというと、これも100円ショップで購入したものなんですけど、固形燃料ですね。そしてちょっと耐熱になるように不頑丈そうな皿にアルミホイル、ポン、こんな感じです。
さあこれでお湯を沸かすことができるかな。やってみましょう。まず固形燃料に火をつけようかな。マッチ使います。めっちゃレトロ。火つけます。おお、結構火力強いね。ではでは、これでお湯を沸かしていきましょう。どうかな、火が強すぎないかちょっと心配ですけども。ちなみにこの固形燃料は5分から10分くらい燃えてくれるみたいです。それくらいすればお湯も沸くでしょう。こんな感じでお湯を沸かしています。結構火が強いです。大丈夫か。火事に注意ですね、室内だから。今日飲むのはこのコーヒーです。雪室コーヒーショコラっていうもので、鈴木コーヒーさんが出してる商品ですね。で、本当はね、あのドリップするやつ、なんていうんですか、フィルターも買ったんだけど、ちょっとこんな感じのやつを買ってみたんですけど、でもね、このショコラもともとドリップパックになってるので、このまま使おうかなと。おお、結構お湯沸いてきてるかも。結構すぐ沸くんだね。これだったらこの固形燃料でも十分お湯沸かせられそうです。うん、もういい感じにお湯が沸いてくれました。でもまだまだ固形燃料終わらないな。これなんかもったいないですね。よいしょ。火から下ろしました。無事にお湯が沸きました。すぐ沸くね、意外と。じゃあコーヒー入れます。雪室コーヒーショコラ、どんな味かな。美味しそう。うん、すごいいい感じ。美味しそうにできた。すごい、火にかけたところ全然焦げてない。おお、これは信頼できますね。いただきます。うん、ちょうどいい。コーヒーにちょうどいい温度でできてる。うん、よかった、結構簡単にできました。固形燃料って意外と火力強いですね。もっと私ちっちゃい火
かなと思ってたんですけど、これやる方はちょっと周りにね燃えやすいものとか置かないように気をつけてやってみてください。あとね、その固形燃料を置く台とかもしっかりしたものを使った方がいいと思います。あとはそうだな、コッフェルによっては結構持ち手がこういう風に巻かれてても熱くなっちゃうので、できればもう少し大きいのであるとかするといいかも。あーでもこれで自分のこうお皿っていうかね、自分の道具ができたのですごい嬉しいです。これでもっといろいろ料理やりたいなって感じですね。あ、そうそう、例えば今野菜作ってるから、その野菜をなんか炒めてみるとかいいかも。またこのコッフェルを使った料理もやりたいなと思うので、また見てください。ではバイバーイ。